YouTube! 音楽業界ぶっちゃけ話、ハンさんのハンジです。えー、今日もお手をできます。えー、千葉県の S 君えー、いつも見てくれてありがとう。えー、ハンさん、こんにちは。えー、ツイッターにカバー動画を上げたらちょ、著作権侵害だと言われました。えー、YouTube などでは、えー、原版権絡まないカバー動画をアップして OK だと、えー、ハンさんもいつも言っていますが、なぜツイッターは、 ダメなんでしょうかそうツイッターはね一応ねなぜかっていうとえっ、ー、とねジャスラック、まあ、とりあえずジャスラックに縛ってみます、えー、ジャスラックという、えー、著作権を作家から預かってそれを、えー、運用管理してるまる、あ、会社があ,りあ,あ,のあってねそこが YouTube とかだと、えー、包括契約まとめてお金くれればうちが管理してる楽曲は 使って OK だよという、そういうね、ざっくり契約をしとるんですよ。えー、例えば YouTube とか、ん、えー、だろう、配信でも、例えば,例えばなんだ、えー、っと、楽天ライブとか、ショールームとか、そういう配信系もそうだし、インスタグラムも、えー、基本的にはね、大体の動画投稿できるサイトは、JASRAC と包括契約をしとるんです。その一段表があってね、JASRAC と包括契約してる。 音楽サイトの一覧表があってねそこにもまあ書いてあるよ YouTube とかも,もちろんある,あるしねでなぜか Twitter がないんだよねこれねほんと Twitter はなぜか JASRAC と著作権の包括契約をしてませんなんで確かに、えー、YouTube じゃないか Twitter にカバー動画を上げる際はその作詞作曲した本人に連絡をしてね電話してね秋元康さんに電話してこの えー「会いたかった歌っていいですか?」って聞かなきゃいけないんですよあの厳密に言うとね、うん、ただまあ秋元康さんに電話できないよね,、うんねまあ、秋元康事務所はよく知らないけどね,ねでじゃあツイッターが本当にだめかどうかこれね俺はまあ弁護士でも何でもないんであの別に調べてもないちゃんとなんで俺の,あの,何あの感というか体感上ねグレーゾーンですうん とね、なぜかっていうと Twitter、まあ、は確かに JASRAC と包括刑はしてませんでも、えー、著作権っていうのはあの申告罪っつってね、えー、権利者が「お前それ俺の曲勝手に使ってんじゃないか訴えるぞ」って言われて初めて罪になるんだよ確か、ね、なんか最近いろんな,な,な TPP だっけ ?TPP?TPP でわかんないそのあれでなんかこの申告罪じゃなくなるっていう話もあるけどそれも確かね前に調べたきに 完全に営利目的で全く同じものをそのまま使うとかねそういう場合は申告罪じゃなくて別に権利者じゃなくても誰かがそれを罪だと言えば罪になりますでも現状著作権は申告罪なのであの権利者がそれはそれは私の権利がありますので勝手に使わないでください訴えますよって言わない限りは罪になんないの確かね。 まあ罪にならないからっつっていいとは言わないよ。うん。でも基本的に作家俺も一応作家なんで作詞作曲俺が俺が作った曲ね例えば俺の曲が YouTube で誰かが YouTube じゃない YouTube はいいのか YouTube はあの著作権 JASRAC が包括ていかー OK だけど Twitter で、えー、包括契約をしてないからと言ってそれによってね俺に入る著作権印税は入らないかも入らないかもしれない。うん。 ね、あげられてさそれがなんか、ね、100万とか200万再生されれば、ね、著作権もねだいぶ入るけど、ね、そんな普通の、ね、100とか200ぐらいじゃさ、ね、著作権もともと著作権印税の入らないんだから正直、ね、ツイッターに上げるぐらいへでもないよね。うん、なんでね作家からの立場ね作家からの意見俺例えば俺がわしが作った曲が誰かが無断でツイッターに上げてました。OK です、ね、だって嬉しいじゃん。だって、うん、なんでまあ 厳密に言えば罪かもしれません。ただ、申告罪ということで、権利者が言わない限りは罪にはならないということは無罪なのかな、えー、これを見てる、あのー、著作権に詳しい弁護士さん、ぜひ、えー、回答バチコイね、よろしくね。うん。で、ちなみに、えー、イッターとかさ、えー何、何 ?LINE とかの、な、まあ、何でもそうだけど、あの、プロフィール写真、アイコン中のアイコン。ね、アイコンとかを、例えば人気アニメとかにする人もいるけど、 人、ね、人気アニメのキャラクターを使う人もいるじゃん、ね、それは一応著作権侵害だよね一応ね一応ね、うん、でもそれも同じ時代多分例えば、えー「スラムダンクのさ桜木花道だっけ何言名前忘れた、うん、の、えー、写真を俺が使うとするじゃんそれを、えー、権利者である何だあの作,作家の人が「そう俺のキャラクターを勝手に使わないでくれる」って言われたら罪だけど それを言われない限りは申告罪なんだから著作権っていうのはあのー、罪にならないということと全く同じなんだよねだからツイッターに上げても厳密にはダメかもしれんけどまあいいんじゃないかというのがわしの見解です、ねえー、千葉県の、ね、S ス君ねどうでしょうかねなんでまあそんな近接にうんまあできれば、まあ、文句言われてもめんどくさいんで YouTube とかに上げたやつリンク貼れば 誰から文句言われないんで、うん、あでも YouTube でもあれではジャスダック管理してない曲だめだよ、うん、実は厳密に言うとね、うん、わしだったら例えばえー、っと「砂、まあの時計」っていう曲はジャスダック登録してますだから OK ですでも何かあるえー、赤沙汰とかまだあのジャスダックに、えー、契約してないんで実際はジャスダックは許可できない曲なんですよ だから、作家でわしんとこに直接言わなきゃダメだけども、たとえば赤沙汰というジャスラック登録してない曲を誰かがカバーしたところで、俺は文句はない。むしろありがとうと思います。これが多分作家の気持ちだと思うんでね。まあ、これはまああの法的な問題なんで、えー、弁護士さんよかったらえ回答ください。よろしくということで、以上、ハンサマンジでした。チャンネル登録、バチコイバイバイ